檜山被災は1980年のミスユニバース日本代表である東京都新宿区出身父親は医療品販売会社を経営していた20歳の時多くの人々と知り合いたいという動機からミスユニバースに応募し1980年3月19日大阪市の ABC ホールで開かれた日本大会で代表に選出された当時は 杉並区の立教女学院短期大学の2年生で卒業を目前に控えていた。身長 164cm、体重 49kg、3ーサイズは90から59から 88cm で、ミスとしては小柄ながら健康的で明朗な美人であった。檜山は同年6月28日から韓国、ソウルの清掃文化会館で行われた。 ミスユニバース世界大会に出場した。7月8日の本戦ではセミファイナルには選出されず、入賞とはならなかったものの、6月29日の特別、賞、ベストナショナルコスチュームで、第3位となった。その後、檜山は、テレビキャスターとなるが、1982年7月、プロ野球の中日ドラゴンズに在籍していた、谷沢健一と、 田尾康すし選手の紹介を通じて、同級団の上川誠二選手と知り合った。上川は、和歌山県立美濃島高等学校から社会人を経て、ドラフト外で入団した新人で、ピラニアの異名を取る孔子講座の内野手であった。2年余りの交際を経て、二人は1984年10月11日、婚約を発表した。ひ山は、上川について、 男らしさに惹かれました。黙ってついていける人です上川は、檜山について明るい性格が気に入りましたと語った。二人は、同年12月12日、名古屋観光ホテルで結婚式を挙げた。被災は25歳、聖治は24歳であった。売借人は、ドラゴンズの高木時代スカウト夫妻で、山内和弘監督以下のチームメイトや、写真家の大竹障子ら、 約250人が列席した。1986年シーズン終了後、イジは、牛島和彦、平沼正田春、桑田茂の3投手と共に、ロッテオリオンズの落合博光選手とのトレード成立により、ロッテに移籍した。就任して間もない星野千一監督からイジに、トレードの連絡が来たのは、イジが被災のお産の準備で、東京に来ていた時であった。 被災はその後も、政治の野球人生を支えた。AB 上川ニッコニコ結婚式話題の被災さんと、中日新聞1984年12月13日スポーツ面、日本代表に、日山さんミスユニバース、中日新聞1980年3月20日社会面、日山さん衣装賞3位ミスユニバース世界大会。 中日新聞1980年6月30日社会面、上川が、婚約発表元ミスユニバース日本代表檜山さんと、中日新聞1984年10月12日スポーツ面、沢ユー、ドラフト外は上がった11人の栄光、カーデ初防審者2011年 ISBN978 から4から30927283203ページ。 ありがとうございます。